最近の、最近のこの風潮な。最近これ流行ってるよな。この動画は全て冗談で構成されています。最近このシリーズ多くない？冗談なん？これ本当に？じゃあ冗談やったら見てもええかな。じゃあ見させていただきましょう。おえちゃんになりてえな。昨日や。それあれやろ。ないでしょ。ろくなもんじゃねえ。なんて誰も幸せにならんマッドなんや。全員にダメージを負わせてきただけやん、こんな。仲良くしような、これからも。そうしよう。お前らお絵描きやったん？ いつからそんな名前になったん？ そうだったっけ？ お絵描きっていう名称やったんや。知らなかったよ。なんか一時あったようなくっさいくっさい流れで、おえちゃんの視聴者はなんて名前なのってしょっちゅう聞かれたわ。知らねえわ。なんか名前つけやなあかんのか視聴者にっていう、すげえ思ってたけど、定着したみたいよ、お絵描きで。視聴者だよって、そうなの。お前らリスナーやんな。まあ何でもええわ、名前は。パコガキのが可愛いのにって、なんでそんな名前なん？ お絵描きってしっくりこないよなって、おめえらちょっと老人色するからな、正直。俺もお前らガキっていうより、ちょっとおっさんやと思って扱ってるから。まあでもいいんじゃないか、子供は心で。おえちゃんの一つ上だよ。普通におっさんやねえか、お前。お前それハライチの岩井と同い年やねえか。普通のおっさんや。